The EGS all right. No, man. Okay. Oh, 覚えてる。こんにちは。こんにちは。いやメロジャム TV DJ ソーライズ、サーキスはパダゴですね。パゴタ、変なやつにやっぱりガイド日本語片言の喋ってくるやついてすごいしつこかったんですけど、まあ、案の定チップ言ってきましたね。まあ、絶対来ると思いました。こう一人で見れるのに俺案内したって言って結局そうなりますね。まあ予想はしてたんですけどすごいすごかったんで一緒に話ついてったら、まあ、案の定もっと次も連れてってやるみたいになったけど、正直もういいっつって一人で行くっつって言って振り切りました。じゃあチップよこせよこせっつって、僕ドル札持ってたんでドルもくれとか言ってきて一応1000チャットだけで追い払いましたね。まあ、結構悪質なやっぱりこうなんだろうガイド気取りのやつ来るんで本当気をつけてください。すごいたかってきますね。片言の日本語こんにちはとか言ってきてくるんでそれは結構多いんで、まあ勉強量として、まあ、予想はしてたんですけどね。他の結構海外とか行ってもこんなにこうまとわりつくガイドみたいな僕結構なんだろう出くわしてなかったんでね、割とキャッチセールスとかもキャッチみたいなトゥクトゥクもそうだし、ショップ T シャツとかお菓子とかでも割と振り切ってたんですけど、なんだろうなやっぱりなって感じですね。こうガイドでこうしてやったんだぞみたいな感じで言ってくるんで、まあ1000チャットだったらまあ70円ぐらいなんでねいいんですけど、結構しつこいのがね僕は一人でこうゆっくり見たいんで、やっぱそういうのはすごいそれが嫌だったんで、まあ、逆に迷惑料欲しいぐらいだったんですけど、まあなんだろう皆さん本当気をつけてください。この辺は観光ですごいいっぱい回れるんで変なやつすげえ寄ってくるんで気をつけてください。まあ僕もちょっとあれかな慣れてるつもりではいたんですけど、なんだろうなちょっと甘かったっすね。ってことでこっからいろいろヤンゴンダウンタウン回ってくんですけど、スレパゴタまあ1回見ましたね。まあ、ゆっくり1人で見たかったですね。やっぱりこういうのって1人で来てるからそういう人はまあもちろんね見方が分かんないとかだったらあれだと思うんですけど、まあガイドまあガイドはねああいうガイドはでもどっちみち頼んでもろくなことはないです。はい、ただ付きまとってきてチップよこせなんで、はい、皆さんも気をつけてください。 DJ ソアライズからの現地からのレポートでした。楽しんでプラビューしていきましょう。ホロイムワン See you。DJ ソーライズ、シェーダゴンパドコからチャンネル登録よろしくお願いします。